単語設営とは、5月5日の単語に行われた設営のこと。5日、設営とも。中国から伝わった単語の風習に習い、日本でも古くから5月5日に薬狩りを行う風習があった。日本初期の水古天皇19年に薬狩りの記事がある。大法律領域ご造例に単語雑使が規定されていたが、記述の関係で中断されていた時期があり、続日本記には、 天平十九年に聖武天皇が丹後設営を再考したことが記されている。丹後の日には古くから天皇が馬が走るのを鑑賞する例があり、上これが後に記者の儀式に変わった。平安時代初期に編纂された大儀式には5月5日を関記者式の日と規定し、同時に中塚さん、宮内両将がそれぞれの悲観である内訳師、天役領を率いて、 邪気を沿って長寿をもたらすとされていたあやめ草と、くす玉を献上し、楠玉は皇太子以下の参加の初心に可視された。また参加者は、勝負で作ったカツラである、勝負カツラを冠につけて参列するものとされていた。また、歌天皇の官評年間には、当時民間に広まっていたちまきを食する慣例が、取り入れられた。 年中行事時点 P511958 年5月23日、初版発行日、各位商協編東京堂出版。ありがとうございます。